皆さんこんばんは。せーの、ゴールドジョー、ジョーです。はい、J1 の白岩歴です。楽しみたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回ですね、MC を僕じゃなくて公平にくじで決めていこうと思います。マジか。マジですか。こちらにですね、ボックスがありますので、はい、この中から引いて当たった人が。翔くんの可能性もあるんですよ。もちろん11人入ってるから。さっき、ね、さっきリハーサルで引いたら俺当たったもん。怖いな。さあ行きますよ。期待しててねみんな。誰だ。誰だ。誰だ。発表します。 MC はルキ。おー、いや安定。おー、安定。はい、ということで今回の MC は白いルキに決定しました。じゃあここからルキ、お願いします。はい、じゃあここからは、はい、僕が MC をやらせていただきます。よろしくお願いします。いやー、かっこいい。まずはね、はい、メンバーの手元には、はい、初回限定版 A と、はい、そして B、そして通常版の3つの携帯があると思うんですけど、はい、どんな中身なのか、今からみんなで開封していきたいと思います。では早速 A から開封していきましょう。はい、A はチャックホルダー。A はこちらですね。はい。わあ、かっこいい。かっこいい。特典映像が。ああ、入ってるので、じゃあそれも。開けていきますか。はいはいはい、今着ている衣装もいいですね。確かに。そうだね。さあ開けてみましょう。なんかコンセプトが今回チャレンジャーだったじゃないですか。はいはいはい。なので僕たちがいろんなことに挑戦した特典映像が入ってます。おー、はい、すげえ。確かにいろんなことチャレンジしたよね。なんかありますか、エピソードとか。へえ、覚えてます。あ、なんか探検隊みたいな。あ、探検隊だなぁ。あ、格好して。あ、え、あれあれか、あれかって。僕、さくみくんの、こういうやつね。こういうやつ欲しかった、箱の。え、さくみが来たりしましたね。これしてたっけ。しました。あ、なんだろう。だいぶビビってましたね、さくみくん。だいぶね。なるほどなるほど。他には何が入ってるのかな。これはね、トレーニングカードとトレーナージャケットといって、トレーニングカードはこちらのなんかやつの中に入ってるらしいです。なんかやつ。さあ誰だ。その間に入ってる。誰が当たるかも。ちょっと気をつけてね。そうね。このソロアジアジャケットは誰が。ソロアジアジャケットは。ソロアジアジャケットな。ソロアジア。これもある。めっちゃいいやん。せーの。ピー。ちなみに3個体全部にトレーニングカードとソロアジアジャケットは入ってるんです。ちなみに僕はね、マメちゃんでした。おーらおー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 。はい、まあ A はこんな感じですね。はい、これで調整がちょっと悪いです。調整、調整おー、自分あら自力機ですか、これ自分当たりました。おー、知ってる。今本人じゃあ続いて B 開けていきたいと思います。はい、じゃあ B のメンバー見せてください。ってことはラスト、はい、通常版ですね。はい、じゃあ開けてみましょうか。誰が出るの。あ、すごい。ルキ君を長押しすると、まだまだあるの？ありますよ。どうする？うん。あ、間違えた。長押しすると。長押し。あれかな？最初に飛んでる。おお。喋った。うわー。だからか、俺のこの紐が取れたのは。消えないでしょ。あ、すいません。そう、これ紐が取れちゃった。すごいね。通常版含め、ね、限定版 A、B もいいけど、通常版も結構いいよね。はい、トレーニングカード、デジタルなんだっけ、メッセージカード、あれ集めたいね。全員分コンプリートしたい。このチャレンジャーの中には、はい、ショーケースで初披露したスピードオブライトが入ってるんですけど、皆さんパフォーマンスしてみてどうでしたか。覚えてますよ。ショーケースで、ね、初披露してるね。あれはね、しんどいですからね。そうなんですよ、なかなかね。しんどい。はい、あれ難しいね。終わった後はめちゃくちゃ気持ちいいけどね。あー、汗かけてね。この後19時からそのスピードオブライトのパフォーマンスビデオを公開します。おー、皆さんだけに特別に先行公開したいと思います。いいんですか。いいんですよ。いいんですか。ということで、じゃあスピードオブライトの見どころを匠海、お、はい、お願いします。いや、ちゃんと答えてるじゃん。一応ちゃんと答えてる。
何がないわ。ちょっと寂しくなっちゃった。まあでもね、その忍者に注目してた、はい、それではご覧ください。スピードオブライト。そうですね。今見ていただいた曲がスピードオブライト。はい。このオープニング撮影をね、しましたよね。しました。何か裏話だったりありますか、なんか。マメ、ちなみにあれ星何回触ったの？40はいます。しかもマメのやつは遠くから見たらアメリカのピザ屋だもん。確かに。格好がね。マメが真ん中でね。そうなの。翔也が今気づいた。おい。JO1 の中で最も、はい、まあ難しいというか。なるほどなるほど。早いじゃないですか。はいはいはい。なのでパフォーマンスをする際にまあなんていうんですかね。苦労したというか、難しいな、ここって思ったところとかありますか、なんか。シオンが一番頑張った。なんかやめろ、逆じゃない。そして、レン君はね、あのトリートメントでも有名ですけど、この曲は特に難しかったな。これとか、なんかもう、自由にやりたいところは自由にやった方がかっこいいんじゃないのかなとか。なるほどなるほど。やっぱり、聞かせてたね。ちゃんと仕事してくれ。頑張ります。まあそれだけ大変ってことですよね。はい。そして皆さん気づきましたかっていう、あのマメちゃんの衣装が変わっていることをもう一回触れろ。裏話とかを聞くとまたなんか同じ曲でも見方が変わってきますからね。はい、すごい。ということで今夜ですよね、はい、スピードオブライトパフォーマンスビデオは19時に公開されますので、はい、見ていただけると嬉しいです。わー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、いいなー。いや、よかったね。かっこよかったね。いや、シオンかっこよかったな。もうやめろ。翔くん、デスタの口でね。あったかしい。いや、あれ？あれ？後ろが？あれ？なんだ？これなんか見たことありますか？お願いしまーす。はい、まーす。あー！ブラジル。なるほどね。これね、みんな、なんかジャムのみんな、これ DVD にしてほしい、DVD にしてほしいって見えてたもんね。届きました。最初のそれこそオンラインライブは JO1 で一番曲数をやってライブじゃないですか。確かに。なんかありますか、思い出とか。はい、初めてやる曲だけど、はい、ライブならではの演出、はいはいはい、それこそ GO だったらさ、こう消えていったりとか、あで、あとはあのバンドね、うん、あ、かっこいいですね。あとかっこよかったね。生音で聞くのいいな、ね、確かに、ね、あれはマジ意味が気持ちいい。みんなあのライブ中で敬語みたいにメイクさんのそこもだから注目してもらいたいよね。で誰が何を言って一番好きなのは、うん、審判の最初あのビデオみたいなのから始まって、はいはいはい、11人全員出てくる。あ、こうパシャーンって。あそこの演出が、まあやっぱライブならではというかテンションが上がるんですよ。確かに。あそこがめちゃめちゃ、まあ、個人的には好きでした。ライブ用の衣装か。あれもかっこいいですよね。これあのポスターあったじゃん、みんなの一人一人の、はい、ライブ用。朝めっちゃ早かったじゃん。そう、今めちゃくちゃ天気良かったからいいけど。そう、朝早くて寒かった。朝早くて寒かった。でもみんなかっこよくね、撮れてたから、はい。しかもまさかさ、あんなかっこいいポスターができると思ってなくて、そうそうそう、何に使うのかなと思ってさ、結構済ましてたら、横顔だった。すごい、すごい楽だった。しかもなんか、ちょうど特にバラードとかって、うん、今まであの座りながら歌ったことってあんまなかった。ないないない。だけど今回、まあ、BB View とか、ボイスとかって、立ちながら歌ってるの。確かに。あれが結構今回かっこよかったな。演出もかっこよかったですね。なんて言ってもシオンが緊張をやってたじゃないですか。はい、あれが俺はめちゃめちゃ面白かった。あれ面白いね。結構時間かかったっすね。難しかったよな。筋トレ。しかもすごい無茶ぶり。ぜひ見てください。確かに。次なんかライブやるとしたらどんなことやりたいとか。今もう宇宙行っちゃったからな。そうですね。ね、もう一番上来てますから。今回例えばバンドバージョン初出しじゃないですか。はいはいはい。なんかそんな感じでアレンジしたりとか、あ、なんかありますか、やりたいこと。なんだろうな。だからドローンとか使ってみたいな。おお、上からいいね。なんか手持ちカメラで、はいはいはい、もう無限大とかそういう曲をアコースティックで。ああ、かっこいいね。ワイヤーとかね。やめろ。楽しいじゃん。しかも言ってあかんかった。なんか他あるかな。どうしたどうした。なんかやばい。まだあるから。飛びかけて仕方ない。あ、はい、わかりました。めっちゃ綺麗だもんね。いやー、可愛いな。確かに。直接会いたい。なんかバラードとかでさ、ペンライトをさ、ゆっくり振ってさ。
ジャムだと一人だけめっちゃ早いですよ。ビームだよ。ジャムだと。結構覚えてくれてるのかな。ああ、結構難しい。いや難しい。ね。そこもね。結構俺らカンペ見てても難しい。確かに。あれ違う。特にあの少年ルーキーの時。あ、そうね。確かに。あれ覚えられるかな。リスクだから。うん。毎回。もう一回できる DVD なのか。これ僕たちのもありますよね、ちゃんとね。僕、なんかあのライブの映像見てないんで。そうそう、だからもしかしたら、うわぁ、もらいてぇ、いいなぁ。ルキ、なんだって、なんだって、もっとあるからもっと、シオンがあるんだって。シオンがあるでしょ。シオンがあるんだって。前、社長と飯行ったんですよ、2人。その時にそのもしライブをしたらどんな人ですかって逆に聞いたら、そのラッパパンの時に全員ラッパ隊を着たり。おお、あ、確かに。あ、全員ラッパ持つじゃん。バーンって全員で言われて。おお、それめっちゃいいな。でその中にチェさんが一人いるから探してねみたいな。探せるか。そういうことね。探せるか。だから参加してください。何だってるライブで食べたいスタミナ飯。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 その落ちてないだんだんネタが薄くなる。あれ、なんか MC が変わるとこんななのかな。スタミナ飯って何。スタミナ飯。スタミナ飯よね。でも今回の美味しかったっすよね。あれ、めっちゃ好きだった。伝わらない。ピザ、ピザも食べたよ。ピザ、あー、チキン。確かに。けどいつか地方行けるようになったら地元のなんか美味しいご飯とか食べる。いいね、それはいいわ。いいね、それいいな。みんなのだからとこ行きたいよね。はい、やっぱ福岡はマストだよね。はい、美味しいものいっぱいあるから。久しぶりに来たいな。行きたいな。明太食いて。え、明太食いて。明太食いたい。明太食いして。おー、牡蠣もある。沖縄もぜひ行きたいね。はい、ということで今話した J1 の、ね、ライブストリーミングコンサート、はい、スターライトデラックスが、はい、ブルーレイと DVD でファンクラブ限定で発売が決定しました。これはいいの。はい、これはいいの。先行受付期間は来週の5月5日水曜日からの15時から、5月12日の23時59分までとなっております。はい、なんとこの時間に予約してくれた方には、お、本編映像のエンドロールにご自身の名前を入れることができます。すごい、こうしたらありがとうございます。スペシャル企画に参加できるということで、すげえ、すげえ。大事なことなので、もう一回言いますね。5月5日の水曜日15時から、はい、5月12日の23時59分までとなっております。皆さん、遅れないように。あ、これすごいね。すごい、自分の名前がエンドロールで出てくるんだ。僕も予約して名前入れてもらおうかな。予約しないでもあなたの名前入ってます。はい、お願いします。すごいね。すごいね。そんなことがあるんだね。なんかだから一緒に作品を作ってるっていう感じですね。宇宙旅行。宇宙旅行してる。いいわ。さあ、そしてここで速報が入ってきました。わ、あるんですか。今日はね、なんといっても僕らサードシングルチャレンジャーの発売、はい、生配信じゃないですか、ね。はい、ということはチャレンジャーデイリーライフの結果が出たそうです。あら、気になる順位ですが、なんとですね、ここに今5つの宝箱が置いてあります。早く開けてジャムの皆さんに発表したい。なんだって怖い。一つだけ番号してみよう。それなんか、じゃあ自分で信じてみて。じゃあそれで直感を信じていこう。マジ怖い。うわぁ、気持ち悪い。びっくりした。やばびっくりした。カメラに見せて、カメラ。うわぁ、これ、うわぁ、気持ち悪いね、これは。ゴキブリのおもちゃが。ってことは、順基が弾けなかった。ちょっとごめんなさい。メンバーチェンジ。メンバーチェンジ。お、じゃあ順基が、ちょっといっそ。あら、キモいからね。いいよ、それは。ちょっと、これは、え、これはないの。さあ、入れたらダメですよ。思っちゃった。じゃあ、挑戦。どれ行く、どれ行く、どれ行く。こっち行きます。何が起きてるの。これ何だ。もう一回見せて。見せて。待って待って、翔成見せて。え、何何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 何分かんない。ルキ見て、ルキ、ルキ見て、ルキ見て、ルキ見て、ルキやってあげて、ルキ開けて。何何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 が入ってんの。いや、何なんだ。何が入ってた。
せーの。入ってるほんまに。せーの。マジでもう俺はやばいぞ。やばいぞ。やばいぞ。うわー、これビビるわ。うわー、いいの考えたら。でも、行くからでもこれすごい。じゃあ、翔星、誰か次に締めるって。うわー、翔星、ルフィ行かそう。俺が当たんないみたいな。俺当てますよ。ルフィ行きます。俺も最初から大きいやわ。決めてます、これ。あ、それ？あ、それ？これがもう一番宝箱っぽいから。あ、ほんと？はい。うわー、翔星めっちゃビビってた。あれはずるいですよ。行きますよ。これ行こうかと思う。うわー、これな、逆にもう当ててほしくないもんね。そういう企画じゃない。そういう企画じゃない。え、これでも開かないんだよ。開く？確かに、ルキにもう一回踊れたら。これ開かないってやつ。開くよ、開くよ、開くよ。開くよ。あと驚き方がさ、尋常じゃないよね。ガチの嫌がり。ガチの。じゃあ、それでは。怖いんだけど。それでは開けてください。顔近くだ。じゃあ、顔近くはそこまで行こう。うん、前まで。近くで、近くで。うん。怖っ、これ。それでは、お願いします。いきまーす。投げてね。すいません。いきます。当てていく。おお。え、当てちゃった。お、当てた。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 当てるな。え、ちょっと待って、もう一個のやつだけ当てよ。これ、マジで。もう当てれば当てよ。とりあえず。まあ、もう開けましょう。そのまま。でもこれ、なんかもう分かんない。ああ、どうするか分からんから。当てます。開けたいな。これが当たりだったよ。ああ、すごいな。いや、まだ分からんで。もう分かんないでしょ。確かに。これ、見ていいですか？見ますよ。え？これ見ていいですか？さあ、当たりか？どうした、どうした、あれ、あれ、違うな。あれ、あれ、もうまだ分からないよ。何、何、待って、何、見して、見して。長い。せーの。え、ちょうよ。何？カメラ、何？カメラを外れやん。外れやん。長いカメラ、外れました。30秒って長く。どうぞ、行こう、行こう。はい、いいっすか。全然、見るの見るの。30秒間違えた。かっこいい。やべえ。ちょっと、じらせすぎちゃう。怒ってるでしょ。確かにみんな聞きたいのランキングだからね。せーの、1、2、3、4、5、こっち見て、こっち見て、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。ということで、残り2つになりました。あ、まだ2つあったのか。はい、あと2つだ。あとこれね。どうする、たくみ。マジで嫌や。こんなにランキングじらすこともまあないです。まあ、でもね。え、何？カメラに向かってジャムを取り込みする一言。なんかないっすかね。もう、たくみの言葉の方が多分嬉しいよ。じゃあ最後シオン言っとく。いや、だって正解しかない。正解だからね、これが。すごいわ、それは。待ってあげて。これ、あと、これ、OK、OK、皆さん、いきます。せーの、デイリーオリコンチャート1位。4月27日付のね、デイリーオリコンチャート1位、ありがとうございます。何がすごいって、5分の4で外すのもすごいですね。すげえ。自分が持ったでしょうね。ありがとうございます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 。ねえ。いやー、よかったね。ありがとうございます。はい。いやー、楽しかったな。楽しかった。さあ、そろそろお時間となってしまいました。皆さん、生配信いかがでしたか？楽しかった。楽しかったですね。楽しい。やっぱ MC 変わると楽だね。さっきめちゃめちゃしんどそうやな。一番ここだから聞こえないの。あ、確かにね、はい、でだからすごいなと思って、いつもここじゃないですか。でよくすごいな。よくすごい。じゃあ一言ずつ、はい、じゃあ僕から言ってきますね。はい。いや、なんか最後が一番盛り上がってしまって申し訳ない感じだったんですけど、いや今日このオリコンチャート1位という本当に素敵なものをいただいたので、本当にいつもありがとうございます。いや、いつも支えられてます。これからももっともっと頑張るのでよろしくお願いします。はい。
たちもね、楽しかったです。またすぐ会えるように、はい、僕たちも待ってます。はい。以上、ジェイラムでした。バイバイ。またすぐ会おうね。さっきの箱欲しいな。さっきの宝箱。ヘビ欲しい、ヘビ。